まさか差出人がアリスさんだったとはな。道理であんな変な手紙だったわけだ。アリスさんはとても面白い人だ。機会があったらお前も会ってみるといい。きっと損はしないぜ。たまにトラブルを起こすが、愉快なトラブルは嫌いじゃない。ん？差出人の正体にとっくに気づいてたんじゃないかって？そんなことないさ。俺ほど純粋な人間はそういないだろう。最後の最後まで騙されてたさ。ここのすべてがアリスさんの手によるものだったとは。真実を知ったからか、周りの景色もなんだか可愛く見えてきた。夏にふさわしい最高のプレゼントだな。あ、そういえばそろそろクレイと一緒に魚を取る約束を守らなくては。旅人も一緒にどうだ？ママはこの世界で一番すごい人だよ。アルベドお兄ちゃんも認めるほどにね。ママ、みんなのこと知ってたから、きっと栄誉騎士のお姉ちゃんのことも知ってる。だって、ママは何でも知ってるから。今度ママが帰ってきたら、クレイと一緒に会いに行こう。ママ優しいから、栄誉騎士のお姉ちゃんも絶対好きになると思うよ。そんな目で見ないでくれ。最初から答えを知っていたらゲームは面白くなくなるだろ。この島はクレイにぴったりだ。それに君ともね。そうは思わないかい？夏、群島、海、小さな海上の楽園だが、旅に疲れた旅人の憩いの場にもなる。君がここで良き夏を過ごせることを願ってるよ。よくわからない。でも暖かい、ふわふわの布団みたいに柔らかくて暖かい。これがママの感覚。ママもルピカ、とてもいいもの。不思議。この島そのものがプレゼントだなんて、なんだか感動的だったな。私とは直接関係ないのに心が温かくなっちゃった。血のつながりがなくとも、そばにいれば大事な人になれる。大切なことをいろいろ学べた気がするよ。やはりあの女性の仕業だったのか。モンド城でこんな真似をできる人はあの詩人を除いたらアリスさんしかいない。あの手紙は招待状代わりだった。つまりここにいる全員は招かれた客。はあ、彼女の中では僕たちもまだ子供なのだろう。子供扱いされるのは久しぶりだ。